アレクサンドル・ミハイロビチ・オベチキンは、ロシアのモスクワ出身のアイスホッケー選手。北米アイスホッケーリーグ NHL、ワシントン・キャピタルズキャプテン。NHL2005 年度新人王。ロシア代表。オベチキンの両親は、仕事で忙しく、息子をスケートリンクまで送迎できないことがあり、アイスホッケーを断念せざるを得ない状況になったことがあった。だが、オベチキンの才能を見抜いていたコーチと、兄セルゲイは両親を説得し、オベチキンはアイスホッケーを続けることができた。その後、オベチキンは HC ディナモモスクワのアイスホッケースクールに誘われる。2000年、オベチキンはディナモのトップチームに加入した。オベチキンは2001年、ロシアスーパーリーグに16歳でデビュー。シーズン2001から2年にオベチキンは21試合に出場し2ゴール2アシストを記録した。主要国際試合での初デビューは2002年の U18 世界選手権スロバキアで、オベチキンは8試合に出場して14ゴール4アシストを記録し、ロシアを優勝に導いた。シーズン2002から3年にオベチキンはディナモの定期試合で15ポイントを記録。2003年に NHL のドラフトでフロリダパンサーズはオベチキンを獲得しようとしたが、当時の NHL の規則でオベチキンは18歳の誕生日に2日足りなかったため、移籍は実現しなかった。2004年度 NHL 入団ドラフトにおいて全体1位指名権を獲得したキャピタルズは、躊躇なくオベチキンを指名。しかし、2004年から2005年の NHL ロックアウトに突入。2004から05シーズンは開催されなかった。そのため、オベチキンの NHL デビューは2005年となった。父のミハイル・オベチキンはサッカー選手、母のタチアナ・オビチキナはバスケットボール選手で1976年、モントリオール五輪と1980年、モスクワ五輪の2大会で金メダルを獲得している。2012年12月にテニス選手のマリア・キリレンコと婚約したが、2014年7月に婚約解消を発表した。エレクトロニックアーツ社製の NHL07 では表紙の選手である。KHL でプレーするイリア・ニコリンとは同郷の出身ということもあって親友であり、彼はオベチキンの息子の名付け親としても知られる。ボールドインディケイツレッドリーグ。ありがとうございます。